日本史上暗殺が起こした時代が2つあったと言いますが、まず権力争いの末に多くの者の負が命を奪われた鎌倉時代、そして天下が浅野ごとく乱れた戦国時代でござる。ただし戦国乱世における暗殺の場合、単なる政争が発端になったわけではありませぬ。そこにはドロドロとした人間模様が隠されておったのじゃ。そこで暗殺された戦国武将様を5名取り上げ、なぜ命を奪われることになったのか、その理由を探ってまいりましょう。日本史上初めて銃撃によって暗殺された人物、三村家近。戦国時代竹縄の永禄年間、備前の戦国大名浦上氏に仕える宇喜多直家は大きな窮地に立たされていました。それは隣国備中の三村家近が何度も軍勢を差し向け、宇喜多方の城を攻め落としたからです。実はこの家近、大変優れた武将だったようで、備中に割拠する諸勢力をまとめ上げて戦国大名へ成長を果たし、しかも毛利氏の後ろ盾を得ることで飛ぶ鳥を落とす勢いとなっていました。一方直家は困り果てています。美政の三つ星城をなんとか守り通したものの、これ以上の攻勢は防ぎようがありません。しかも主君浦上宗景は頼りないありさまで、備前美政は独力で守るしかなかったのです。さて宇喜多直家といえば、三教友の一人として知られ、三宝十数を用いてあくどいことをやったイメージがあります。近年の歴史研究ではその多くが後世の創作だとされており、実際の直家は器量に優れた名君だったことが知られていますね。ただし今度ばかりは生半可なことで倒せる相手ではありません。永禄9年1566年、三村の大軍が三政へ再侵攻してくると、ついに直家は腹をくくりました。そして尋常ではない方法で三村勢を追い返す策を見出すのです。鉄砲名人として知られた遠藤秀樹を利道兄弟を呼び出すと、密かに三村家近の暗殺を命じました。兄弟は承諾したものの、敵の大軍の中へ潜入して総大将を討ち取るなど、とても成功するとは思えません。おそらく十中八九失敗すると覚悟したのでしょう。自分たちは帰れないだろうから、残された家族をよろしく頼むと遺書を残しています。その当時家近様は三政の高禅寺に本陣を置いておられましたが、遠藤兄弟は運よく潜入に成功し、ついに寺の中へ忍び込みました。兄じゃ、まさかここまで来れるとは思いませなんだな。うむ、おそらくあそこに座っておるのが家近であろう。家近の顔がわかるのですか？以前成輪の城下で住んでおった時に見知っておる。さあこの短日で二人同時に弾を放つのじゃ。せーの、ザーン。ドロッドロッ。さあ浮きたの刺客か。よいか、殿の死を悟られてはならん。ここはひた隠しにし、松山城へ戻ってから皆に伝えるといたぞ。そして殿は体調が優れぬから帰陣するとお触れを出せ。兄じゃ、確かに当たりましたぞ。成功でございますな。まだ喜ぶのは早い。まずはここを抜け出してからじゃ。それにしても一向に敵が追ってきませぬな。もしや失敗したのでは？その後無事に戻ったお二方は暗殺成功を報告いたしまするが、三村勢があまりに整然と撤退したため最初は信じなかったそうじゃ。しかし三村近重様が主君の死を公表されたことで、事の真相が明らかとなり申した。やがて家近様を失った三村氏の勢いはそがれてゆき、翌年の明前寺合戦では思わぬ大敗を喫してしまうのじゃ。騙し討ちによって暗殺された最上最大のライバル、白鳥長久。
戦国時代の出羽では最上義明と白鳥長久が覇権を争っていました。長久は合戦に強いだけではなく優れた政治能力も兼ね備えた名君だったようです。また長久は外交能力に長けており、早くから室町幕府や織田信長といった権力者に接近し、中央と確固たるつながりを持っていました。信長のもとへしきりに贈り物を献上しては機嫌を伺い、なんとか出羽守の官職を手に入れようとします。無論ライバルの最上氏ではなく、自分が出羽を支配する大義名分を得るためでした。こうした長久の動きに焦ったのが義明です。このままでは白鳥に先を越されてしまうと考えた義明は、信長へ使者を送って白鳥に負けないだけの名馬や名装を贈呈、さらに最上の家系図を示して自らの正当性をアピールしました。涙ぐましい努力の結果、ついに信長は返書に最上出羽守殿と署名し、ここに出羽の支配権が認められたのです。しかし白鳥氏をこのまま放置しておくわけにはいきません。外交に優れた長久のこと、いつ怪しい動きをするかわからないのです。そこで義明は長久の抹殺を画策しました。まずは融和的な態度を見せておき、さらに長久の娘を我が嫡男の正室に迎えたいとまで提案しています。これには長久も心を開き、素直に提案を受け入れました。こうして両家は縁戚関係となり、出羽に束の間の平和が訪れるのです。その後義明様は縁戚になったゆえ山形へ一度来られるようと誘われるのじゃが、どこか義明様は信用ならぬお方、警戒心を覚えられた長久様は応じませんでした。しばらくして長久様のもとに最上氏から書状が届きまする。重病にかかったゆえ自分はもう長くはないだろう、工事を白鳥殿に託したい。これには長久様も心が動き申した。そして見舞いと称し山形城を訪れられたのじゃ。おお最上殿、重い病と聞いて見舞いに参上をつかまつった。お体の具合はいかがであろうか。白鳥殿、よう参られた。見ての通り、もうわしの寿命は尽きるであろう。差し当たっては白鳥殿へお譲りいたす品々の目録を用意いたしたのじゃ。そんなものまで、どうか気を確かにしてくだされ。さあさあ、この巻物に書いてあるこれでござる。さあ手に取って。わかり申した。どれどれ。今じゃ。白鳥殿、覚悟。何をする。おのれ最上め、わしを騙しおったな。こうして長久様は山形城内で暗殺され、非業の死を遂げられ申した。ちなみに長久様の返り血を浴びたとされる血染めの桜が昭和の初めまで残っておったそうじゃ。これをきっかけに白鳥氏は衰亡していき、ほどなくして義明様によって出羽が統一され申した。義理の兄によって暗殺された悲運の武将、一色義貞。戦国時代、丹後を領していたのが一色義道という大名です。ところが織田信長に反発する足利義明に加担したことで、明智光秀の征伐を受けてしまい、あっけない最後を迎えました。一方義道の嫡男一色義貞は弓の騎乗で果敢な抵抗を見せ、最後まで明智勢を悩ませます。そこで光秀は信長の許しを得た上で和睦交渉を進めました。おそらく光秀とすれば、敵に回すより味方につけた方が得策と考えたのでしょう。こうして許された義貞は、光秀の与力となっていた細川藤孝の娘、伊谷を正室に迎え、
織田家に仕える立場となりました。しかし天正10年1582年に起こった本能寺の変をきっかけに義貞の命運は暗転していくのです。信長を討った光秀は早速細川や筒井ら頼紀衆に味方になるよう説得しますが、どうもうまくいきません。それどころか細川、藤高、忠興夫氏は元取りを切って弔意を表し、光秀に加担することを拒否したのです。ただし義貞は違う動きを見せました。光秀の誘いに応じて出陣し、水軍を率いて宮津沖までこぎ入れてきたのです。結局光秀が山崎の戦いで敗れたため義貞が参陣することはなかったのですが、これに疑念を抱いたのが勝利者となった羽柴秀吉でした。一色義貞の動きは明智に応じたものであり、決して許すことはできないと断じ、細川伏に対して抹殺を命じたのです。山崎の戦いに加わらなかった細川伏にとって、ここで秀吉の心象を悪くするわけにはいきません。家を存続させるにはどうしても犠牲が必要だったのです。山崎の戦いから数ヶ月後、細川伏は義貞様のもとへ羽柴殿へ取りなすゆえ宮津城へ弁明に来られたいという趣旨の使者を送られ申した。義貞様として助かったという思いだったでしょうな。義理の父兄が自分のために骨を折ってくれるのじゃから、これはもう感謝しかありませぬ。ただし奥方様の家様だけは、我が兄は横島な性分でございます、くれぐれもご注意のほどをと心配されたと言いまする。やがて義貞様が宮津城へやってまいられました。こたびはそれがしのために羽柴様へ取りなしてくれるとか、まさに感謝の極みにございまする。よいよい。ところでじゃあ、山崎の戦が始まる直前、宮津沖で一色の旗を見たという者がおってな。それはまことでございましょうか。それがしにはとんと覚えがございませぬ。本当かの。見た者が幾人もおるのじゃ。さては明智めと同心し、羽柴様に歯向かおうとしておったか。それはもう言い逃れはできぬぞ。皆の者、こやつを討ち取るのじゃ。己忠興、義弟を手にかけるか。こうして義貞様は非業の死を遂げられたと言いまする。さらに控えておった家臣の方々も殺戮され、あっという間に弓の騎乗までもが落とされ申した。正室のイヤ様は助け出されたものの、兄忠興様と対面したイヤ様は激高なさいました。兄上、なぜ我が夫を殺したのじゃ。もはや敵上、こうしてやる。いや、やめろ、やめろのじゃ。忠興様はとっさに刃をかわすものの、鼻に深い傷を負ったと言いまする。それは一生消えることはなかったとか。親子のわだかまりが生んだ悲劇とは。最上義康、先ほどご紹介した出羽の大名最上義明の嫡男を義康と言います。武勇があって器量もあり人望も厚かったそうですから、誰もが将来を期待する人物だったのでしょう。やがて最上氏が57万石の大名になった頃、家臣同士でいさかいが生じました。それはそろそろ義康様に家督を継がせたらどうかという義康と、いやいや義明様はまだまだ元気だから家督を譲るのは早いと主張する義明派によるものです。こうした家臣団の内部分裂は義明の疑心を招き、義康との親子関係にひびを入れるものでした。また義康も険悪な雰囲気を感じ取り、父のもとへ顔を出さなくなってしまいます。
こうして二人の仲は急速に冷え込み、すっかり疎遠となりました。やがて壊れた親子関係に悩んだ義明は、そのことを天下人徳川家康に相談し、その助言を仰ごうとします。すると家康はこう述べました。親に背くことはゆくゆくは国の乱れとなろう。もし最上殿が国の行く末を思うのなら、義康を廃嫡するべきである。さらに家康は義康に代わり弟の家近に後を継がせることを助言しました。実は13歳の頃から家康の小姓として仕えており、もし家近が最上氏を継げば、徳川にとってすこぶる好都合でしょう。まもなく山形城へ戻られた義明様は、義康様を前にして廃嫡することを申し渡され申した。我ら父子が仲違いしていては示しがつかぬし、領民の信頼を得ることは難しい。また徳川に近い家近が当主になることで、我が家も安泰になるであろう。ここは廃嫡の上高野山に登ってくれまいか。そうですか。それがしも尾上の者ゆえ、国や家を思う気持ちは負けておりませぬ。喜んで高野山へ登りましょう。義康、本当に良いのか。はい、ようやく父上の本心が聞けて安心いたしました。後のことは家近に任せまする。こうして義康様は出家の上高野山へ向かわれるのじゃが、その道中には悲劇が待っており申した。何者かの襲撃を受けてしまったのじゃ。このまま義康様を生かしておいては後々までの禍根となろう。高野山へ登るじゃと？どうせしれっと舞い戻ってくるに違いあるまい。その前にお命を頂戴する。皆の者を撃て撃て。あれは父の側近里見民部ではないか。もはやこれまで、潔く討ち死にするしかあるまい。こうして義康様一行は殺戮され、ほどなくして義康様の首が山形城へ届けられ申した。実はこの里見民部というお方、義明様派を指導し、ことあるごとに義康様の断言を繰り返してきたのじゃ。親子関係の破綻は全てこの民部様が仕組んだものでございました。そうとは知らない義明様は激怒なされ、早速民部の探索を命じられ申した。すると身の危険を感じた民部様は祝電なされ、加賀前田家を頼って落ち延びたといいまする。しかし義明様の追跡は必要でございました。強硬な引き渡し要求がなされ、民部様は出羽へ護送中に暗殺されたそうじゃ。さらに義明様は里見一族の粛清を命じたそうでございますから、その悲しみの深さがうかがい知れますな。問答無用で重臣を粛清した悪い方の家久、島津忠常。九州の言う島津氏には2人の島津家久がいたことをご存知でしょうか。1人は島津四兄弟の末弟である家久、そしてもう1人は四兄弟の次男義弘の子として生まれ、後に家久と改名する忠常です。ちなみに現代では最初の家久をいい方の家久、そして忠常のことを悪い方の家久と呼んでいるとか。一体どういうことなのでしょう。天正15年1587年、豊臣秀吉による九州攻めを受けた島津氏はその軍門に下りました。そして豊臣政権との交渉役として存在感を表したのが宿老の伊集院忠宗です。やがて忠宗は秀吉に気に入られたことで大幅な加増を受け、島津家臣団の中でも主家をしのぐほどの存在となりました。権勢を傘に着た忠宗の態度はすこぶる島津家臣たちの反感を買ったらしく、その怨嗟の声は日増しに高くなっていきます。とりわけ不満を隠そうともしなかったのが島津忠常でした。慶長3年1598年に秀吉が亡くなると、
今こそ伊集院を除くべきと決心した忠常は、あろうことか忠宗を謀殺してしまうのです。しかし謀殺というやり方がまずすぎました。忠宗の嫡男忠実は主家の火を鳴らし、弓を引くことを承知の上で反旗を翻したのです。伊集院一族の反乱を知った忠常は、早速3万の討伐軍を編成して薩摩の庄内へ出陣。しかし伊集院勢の抵抗は思った以上に頑強で、一向に戦況が進展しないどころか、味方は損害を重ねるばかりでした。反乱が起こって半年ほど経ち、さすがに見かねた徳川家康が動きます。そして忠真の罪を問わず、これまで通り主君に仕えることを条件に、ついに和睦が成立しました。忠真も素直に応じ、ここに反乱は幕を閉じました。ちなみに翌年、関ヶ原の戦いにおいて島津勢がたった数千しか出兵できなかったのは、この庄内の乱におけるダメージが大きかったからです。こうして反乱は収束いたしまするが、忠常様の執念深さが発揮されるのはここからでござる。関ヶ原の戦いから2年後、忠常様は改めて家康様へ謝罪するべく薩摩を断たれ申した。もちろん忠真様も友として加えられておりまする。やがて島津の一行が日向へ差し掛かった時、忠常様は英気を養うと称して鉄砲による狩りを催され申した。さて、どのような獲物を仕留めてみせようか。殿、お戯れは早急に切り上げられ、早う出立するべきかと存じまする。分かっておるわ、しばし待て。お、あそこに獲物がいそうではないか。ただだね、そっちが行って見てきてくれぬか。それがしがですか。わかり申した、しばしお待ちを。やはりこやつだけは許せぬ。皆の者、鉄砲を構え。あそこに伊集院様がおられますが。構わぬ、撃て撃て。まさか後ろから撃ってくるとは。ああ、これは誤射じゃ、許せ。とは言ったものの、これは周到に準備された粛清でございました。その場におった伊集院の家臣の方々も命を奪われ、残された遺族たちも差し向けられた追手によってことごとく粛清されたのだとか。まさに悪い方の家久様にふさわしい悪行ぶりだったのじゃ。暗殺された武将様の話はいかがじゃったじゃろうか。戦国乱世は常に命の危険にさらされておる毎日だったんじゃ。あ、お主の知る暗殺された武将様についても教えてちょうだい。やぶみ、コメント待ったりますぞ。戦国時代のドロドロした裏切りの話も聞けたし、現代のドロドロした人間模様をお話ししたいと。それならば電波も SNS を使って好きなものとつながるといいですぞ。何、そんなことをするより武将隊と話したいと。しょうがないの。それでは名古屋城に来て話しに来てちょうだい。名古屋城で待ったりますぞ。最後に重大発表でござる。この度公式 LINE ができました。公式 LINE では歴史を学べるクイズ、初級、中級、上級とござるで挑戦してみてくだされ。そしてわしの名古屋城出陣情報も分かりますので、これから名古屋城に来る方は来る前に登録してくださいませ。登録は無料でござる。概要欄からどしどし登録お願いいたしまする。それでは暗殺対策をしようと思いまする。暗殺対策として有効な手は影武者でござる。そうじゃ、援軍チャンネル登録をして多くの影武者を募るのじゃ。それで影武者になるための稽古といたして、良いね、いいねを押して、やぶみコメントで影武者参上と名乗りを上げるのじゃ。できましたか。ありがとさんじゃ。それではまた。